女子フィギュア金メダリストザギトワが語ったお手本は羽乳血源の真意。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平、hey! 昌五輪フィギュアスケート女子シングルで金メダルを取得したロシアのアリーナザギトワ選手。 シニア1年目ということで、まだ詳しい情報が出てきていなかった彼女だが、五輪後には日本でも大きな話題となっている。金メダルのご褒美に飽きた犬をおねだりしたというエピソードが瞬く間に広がりましたから、ね。各国のメディアもザギトワ選手の情報は多くなかったはず。これからは女子フィギュアの中心選手として、ますます注目を集めるでしょう。スポーツライター。 そんなザギトワ選手が、平昌五輪後のインタビューにおいて、男子シングルで金メダルを獲得し、連覇を達成した羽生結弦選手について言及したという。ザギトワ選手は羽生選手をレジェンドとしてリスペクトしており、お手本にしているのがカロリーナ・コストナー選手と羽生選手だと答えたんです。 怪我でしばらくスケートができないという苦しい期間を経て頂点を極めた姿は、同じく金メダルのザギトワ選手だけでなく、すべてのフィギュア選手がお手本とすべき存在と言えるでしょう。また、ザギトワ選手は早くも北京五輪への意欲も語っています。文字通り五輪を連覇した羽生選手を目標とし、自身も五輪連覇を目指しているのでしょうね。前でスポーツライター。 シニア1年目と若いザビトワ選手。北京五輪の次の大会まで出場する可能性も十分にある。新世代を牽引する彼女の今後が楽しみだ。芝孔子。羽生血源プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。